どうもノアです。見覚えのあるアングルか、もしくはそうじゃないかもしれませんが、今のお話はちょっと忘れたことにしてください。今のは聞かなかったことにしてください。モンスターのね、あれなんですよ、多分日本限定のコーラ味のモンスターを飲んだ動画をね、あげたと思うんですけど、じゃあそれが果たしてタバコと合うのかっていうのはやっぱり喫煙者としてね気になるんで、そこを検証していこうと思います。やっぱタバコに合う飲み物といえばね、まあ大体俺は一番似合うと思うのはカフェラテ、アイスカフェラテとかね、まああとはコーヒー系とで、あとは酒で、まあその次ぐらいに俺はもうエナジードリンクが来ると思うんだけど、実際仕事前とかね、買った時はもう今日こいつねえとやってらんねえわみたいな感じで、コンビニでモンスターとか買った日は仕事前にね、もうこれをやりながらやるっていうのがね結構ルーティンになってるんだけど、先輩とね、俺だけなんかモンスター買ってきた人がさ、先輩はさ、あ、俺モンスター買ってくんの忘れたっつって、よし隣のスーパーで買ってくるわっつって、あ、行ってらっしゃいみたいな、ついでに買い出し行ってくるわ、あ、行ってらっしゃいみたいなのがね割と常々あるんですけども、そんなことはどうでもいいと。いや、果たしてこのコーラ味のモンスターが、日本限定のモンスターが、ジャパンリミテッドモンスターコーラテイスティングがシガーと合うのかっていう、マッチングシガーするのかっていうとこですけど、まあ今んとこ3水4水ぐらいした結果あまり合わない、あんまなんかね、カフェラテとかお酒ビールとかをね単体で飲んでるときは、あータバコ吸いてえなーみたいなね欲求に駆られたりするんだけど、これはね正直単体でいける、それがいい悪いかは別にね各々の判断なんだけど、まあ要するにね、タバコは別に、合わないかな。まあ俺はどうしてももうエナジードリンクとタバコはセットみたいな考えにね、もうちょっとずつ侵食されてきちゃってるからいけるんだけど、まあでもね、そう言うってコーラ味だから手見せなきゃフ言うたら、でもほぼ、まあ、味的にはコーラなんで、まあコーラとタバコが合うかって言われたら正直俺はそうでもないと思ってるんで、そこかな。いつも飲んでる普通のフレーバーのモンスターとかの方がタバコのシガー、タバコのね味というか渋さとはマッチしてるのかなとは。思ったり思わなかったり、ラジバンダリーって言うだろうって思ったそこの人、言います、ラジバンダリー。ラジバンダリーを知らない人ももしかしたらもういるのかな。ちなみに
なんとかしたりなんとかしなかったりラジバンダリーっていうのはダブルエンジンだっけ、ダブルコロン、ダブルエンジンかな、ダブルコロンだっけのっていうね芸人さんのネタでしてね、一昔前ですから、もうジェネギャのある人は、ジェネギャを感じる人はもう伝わんないかな。そんなことはどうでもいいと。ラジバンダリーの話がしてるわけじゃねえんだ俺は。なんて言うとりますけども、果たして俺の動画を見てる方々でね、視聴者層の中でモンスターというものに馴染みがある人っていうのはどれだけいるのかっていう、なんかあんま飲んでる人が見てるようなイメージはないんだけど、なんか比較的ね、僕俺の動画見てくれてる人は女性がね多いっていう一応データがあるんで、まあ、女性の方がすごいガバガバ、毎日飲んでるような人が多いっていうイメージがあんまないから、どっちかっていうとね、なんか俺の周りでもそうだったけど、男がねめっちゃハマって飲んでるみたいなイメージの飲料なんでね。果たしてこれがそんな需要のある動画なのかっていうところは甚だ、取りながらも疑問ですが、でもね、なんかせっかくなんでね、モンスターこれ赤玉パンチみたいなもんよ、コーラ味のねモンスター、日本限定らしいんでね、ぜひ日本在住の方は、この動画が上がってる頃にまだ売ってるのか分かんないけど、コンビニに普通に、俺はファミマ行ったら普通に並んでたんで、めっちゃもう飲み物のさ、一番後ろのあの開けるとこの飲み物のコーナーに本当に 5列ぐらい、もうほぼ一列侵食してるんじゃないかぐらいの勢いで置いてたんで、そんだけ押されてるっていう現状があったんで、まあコーラが飲めるとか、コーラが好きな人はいいんじゃないかなと、普通に美味しいですね。コーラ好きの方なら普通に受け入れられる味だと思うね俺。めっちゃコーラ、俺がねコーラ自体そんな好きじゃないからあんま刺さんないってなんだけど、でもね居酒屋とか行ってなんかコークハイとか飲むみたいな人はいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、これ割ったらいいんじゃないですか、これウイスキーとモエナのこのコーラ割ったら新しいコークハイができるんじゃないですかね。あ、いいな、なんか俺もやりたくなったそれ。やろっかな。なんかね昔お店でね、コカ・コーラエナジーの、ね、なんかキャンペーンみたいなやつで、コカ・コーラエナジーでお酒作るみたいな時はそういうこともやってましたけど、また違う味になるかもしれないこれは。あでもうまいな。昔はねマジでコーラ飲めなくて、なんか周りの友達とかはすんげえコーラガバガバ飲んでたんだけど、俺炭酸がねもともとすんごい全然ダメで、ごくごくいけないんだよね。炭酸ってなんだろう、口の中ちょっと刺激的になるじゃん、それがダメで一口ずつちょびちょびしか飲めないし、もっと言えば炭酸自体そんな好きじゃなかったから昔は飲まなかったんだけどね、まず最近になってやっと最近まあやっとね炭酸系も美味しくいただけるという成長ね俺自身感じてきてるんでね、コーラも最近やっと美味しく飲めるようになったということで、これもまた俺の成長を一つ感じられる飲料となりました。皆さんもぜひよかったら、動画時間が
なくなっちゃったけど、最後に モンスターのポーズだけやりたかったんで、これだけ入れます。モンスター、モンスター、モンスター、これ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 、モンスター、モンスター、いずれここのロゴが俺の手になってるかもしれない。モンスターのあれから声がかかってモンスターポーズこれ最後に入れるほどのもんかな、これ差し込んでおきます。